アネモスコープチャンネルをご覧の皆さん、こんにちは、ジアニーです。今日はちょっとご報告というかですね、サンセットベイのことについて、簡単なご説明とご報告をさせていただきたいなと思います。ですね、今サンセットベイがですね、結構ありがたいことにですね、ご好評をいただいておりまして、店頭の方でも、在庫の方が切れていて、次回入荷分のご予約という形でですね、今注文を受けたまわっているところなんですけれども、基本的になんですけれども、やっぱ1番2番3番、特に2番3番っていう、ML ですね、サイズが非常に申し訳ないんですけれども、在庫が切れてしまって、なおかつ予約分も予約の時点で売り切れてしまって、皆さんのお手元に届けられるタイミングが正直店頭だといつになるか分かんないっていう形が続いちゃってるんですね。で、本当にちょっと心苦しいなと思ってるんですけど、どうしてもね、試着をしないで買うのは怖いっていうのは、もちろん僕が買う側だったらそう思いますし、普通はそうなのと思います。そんな高いものですしね。なのでオンラインストアでも、気軽にね、買い物をいただけるように、僕らからの提案じゃないんですけれども、あんま広く知られてはいないんですけど、サンセットベイって今全国で、販売しているところがうちのオンラインストアのみなんですね。なので、遠方の方とかには、来ていただく機会をちょっと設けられずにいう状況でしてですね、サイズのお電話とかでね、質問していただければ、ほぼほぼ 100% の割合でおすすめのサイズっていうのは紹介できると思うんですけれども、万が一ね、でかかった小さかったっていう場合がね、なきにしもなので、そうなった場合にですね、一度のみなんですけれども、交換を受け付けてます。なので、2番を買ってみたはいいものの、思ったよりも胸が苦しいとか、ウエスト周りがパンパンだっていう場合は、3番にサイズを交換することも可能です。もちろんその逆もしかりなんですけれども、なのでそこまで怖がることもなくですね、サンセットベイのアイテムを購入いただけるようなシステムにもなっていますし、あと何よりもね、今ちょうど今今日撮影している段階で、バザーズとか、ゴールウェイとかが来週入ってくるんですけど、それももうありがたいことに2番とかは売り切れている状態になってまして、で次が9月なんですけど、9月の方の予約ももうそろそろ、店員がオーバーという形になってしまいますので、特にね、2番3番、ML を狙っている人っていうのは確実に店頭で買えない状況になってしまうっていう、今ね、僕らが分かってる、把握している部分だけでも、やっぱりそこのサイズのものは全モデルかなり在庫が薄い状態になっちゃってるので、もし購入を考えている方はね、ぜひぜひご予約分で予約をしていただいて、でもしサイズが合わなかった場合は、交換の対象になりますので、でもじゃあもしサイズがなかったらどうすればいいかっていう場合はですね、もしその時になかった場合は、またその次に入荷してくる分で交換という形を取らせていただきますので、ちょっと時間はかかっちゃうかもしれないですけれどもね、できる限り迅速な対応を心がけて、我々も、お客様に、商品の方をお届けできればなと思いますので、ぜひぜひこの動画を見てね、買うっていうことに対して怖がらずに言っていただければなと思います。はい。はい、ということでですね、ご予約どしどしお待ちしておりますので、どうぞ皆さんお気軽にお問い合わせくださいませ。それではジャーニーでした。今ね、カメラの向こう側にコバがいるんですよ。ずーっと顎長くして笑ってるんですけど、いや、いつもです予約
で結構やっぱ埋まっちゃうじゃないですか。埋まっちゃうね。店頭分に、ね、在庫が残ることもここ最近、ね、少なくなってきちゃったんで。作ってなくはないわけよ。まあもちろんちゃんとコンスタントに作ってはいるんですけどね。なんかありがたいことに ね予想を超えてきて。いやだってさ、ぶっちゃけた話さ、6月7月なんてさ夏じゃん。そうですね、6、7、8って。もう夏もいいとこですよ。今日なんてめちゃめちゃ暑いじゃん。女の子見てよこれ、革ジャンのデザイナーが革ジャン着てないってどういうことなのよ。かろうじて横に置いてあるけど。そう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 ね。だからなんかでもさ、今日もね何人ものお客様がね、ご試着にいらしていただいて、ご試着にいらしていただいて、ご予約いただいて、うーん、なんかすごいよね。だって北海道からわざわざ観光じゃなくアネモスコープ目的で来てくれる人とかもいますからね。そうですね、愛知から日帰りで車で来ていただいた方も ね、いらっしゃいましたし、いろんな方々いましたけど、うん、やっぱりなんかそのサイズがないからっていうので僕の試着してもらったりもするんですけど、でもね、なんとか供給がね、うん、間に合えば追っつけばいいんですけどね。多分まあ今追っついてないってことは今後も追っつかないんだろうなっていうのはあるだろうからね。まあサイズ感が不安だったらアネモスコープにお電話いただいたり、うん、メールだったりとか、うんうんうん、なんか着てる革ジャンとかさ、ね、洋服のサイズ感さえ分かればこっちだってね、なんとなくこうイメージができるんで、ね、うん、そうそう、なんかアドバイスは多分めちゃめちゃできると思うし、うん、いやでも早く着たいよね。着たいですね。ね、最近ね、とても着れる気温じゃないから。いや、そうなんですよね。まあ、そんな感じですね。そういうことです。そう。はい。はい、ということですね。以上。今日は新しいシチュエーションからの、ロケーションからの、はい、撮影だったんですけれども。まあ、小判の指定で、こうやって、はい、座らされてるんですけどもね。はい。普段めっちゃ顔怖いんで、小判は。監督としてはもう監督ですか。監督としてはめちゃめちゃ怖いんで、まあ次はね J トーク、そろそろ J トークをやらないといけないんでね。そうですね、それもやりましょう。頑張りましょう。はいはい、そんな感じでした。ジャニーでした。ありがとうございます。コバでした。はい、どうも、ありがとうございます。